というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら本田さんにね、ちょっと来ています。車のね、点検で今来てるんですけども、ちょっとね中古車がいっぱいあったんで、見てみようと思います。ここ結構中古車多いんでね、見ていこうと思います。CR-V はね、145万円なんですね。CR-V ね、今こういう形じゃないですよね。新しいの出ましたよね。で、ストリーム、まあ、これもね、結構人気車種でしたよね。これ50万切ってますね。49万8000円か。あ、走行距離 2.8 万キロね。あ、これ良さそう。で、ホンダフィット、こちらはね、S パッケージですね。 S パケ、私の乗ってるやつのちょっと新しいやつかな。1年ぐらい新しいやつで、今149万8000円ですね。あ、走行距離 1.2 万キロか。あ、これいいんじゃないの。これおすすめ。で、こちらがシャトルですね。189万円か。まあ実際のところシャトルの方がおすすめですけどね。だってほら、これインライン型のねヘッドランプで、まあ新しいね、ホンダの顔になってますもんね。まあ189万か。まあ新車とどれぐらいの金額差があるんですかね。あ、内装結構これ、あ、茶色の革張りのシートで綺麗ですね。シャトルいいな。で、こちら N ワゴンか。 N ワゴン K 高いね。149万ね。なんかもっと安いのないの。N ボックスカスタム。あ、これ普通の N ボックス100万切ってるんですね。SS パッケージということで、あ、これシンプルで100万切ってるんですね。走行距離 4.8 万キロ。いっぱいあるな。あ、これなんかいいんじゃないの。 N ボックス129万。エンブレムがね金色で、趣味がっていう感じですけど。お、出た。これクラリティですね。449万。これ試乗車ですよね、確かね。それを今売りに出してるということなんですね。これ新車かな、新車価格かな。いや、このクラリティ、プラグインハイブリッドなんですよね。水素で、電気を作るという画期的なね。いや、すげえわ。これ未来、超未来的なデザインですよね。この後ろのね、この、リアのタイヤの部分がね、なんかすごいんですよ。空力考えられまくってるやつ。で、このホイールがね、これほら、2つね、重なってるんですよね。ホイールオンホイールなんですよ。これほら、隙間見えます？これね、本当変わったね、デザインですよね。あ、これが200万円台だったらいいけどね、さすがに450万は結構考える値段ですよね。はい、というわけでどうでしたかね。今、中古状況こんな感じです。ホンダのね、ディーラーさんのやつは結構安心なんで、おすすめですね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダのディーラーさんの中古車を見てみたよでした。じゃあね、ボーイシュ。